ベーガソス五515年前500年頃のコリントスのコイン。ペーガソス伝説の残るコリントスはコインの図像にベーガソスと女神アテーナーを用いた。これに対してコリントスの隣国四季オオンはコインの図像にベレロポオオンとベーガソスによって退治されたキマイラを用いた。ベーガソスはギリシア神話に登場する伝説の生物である。鳥の翼を持ち。 空を飛ぶことができる馬とされる。ワタツミポセイドオーンとメデューサの子でクリューサーオールと兄弟。ラテン語ではペガススといい英語読みペガサスでも知られる。日本語では長母音を省略してペガソス,ス、ペガススと呼ばれるほか天馬と訳される。ポセイドオーンの子を身ごもったメデューサが英雄ペルセウスによって倒された際、ペガソス,スは クリューサー・オールと共に、メデューサの首の傷口から生まれた。その後ペルセウスは、ヘルメースから与えられた翼のあるサンダルで、エチオピアの上空を飛んでいる時に岩に縛り付けられた、アンドロメダを発見した。一方のペーガソスは、天に昇り、ゼウスの下で雷鳴と雷光を運ぶという名誉ある、役割を与えられた。ペーガソスは、コリントス出身の英雄ベレロポーンの相場になったとも、 伝えられている。ピンダロスの詩によると、最初、ベレロポーンは、ペーレーネーの泉に現れるペーガソスを捉えようとして、苦労した。すると夢に、アテーナーが現れて、重がいのついた黄金の靴輪を授けた。ベレロポーンはこの靴輪を用いることでようやく、ペーガソスを捉えることができた。ペーガソスは、ポセイドーンから、ベレロポーンに与えられたとも言う。そしてベレロポーンは、 ペーガソスに騎乗して戦うことで、アマゾーンやソリモイ人の討伐、怪物キマイラを滅ぼすという武勲を立てた。しかしベレロポー,オーンは次第に増長し、ついにはオリュムポスに登って神々の集会に加わり、神々がどこに自分の座を持っているのかを確かめようとした。しかしベレロポー,オーンはゼウスの怒りに触れ、驚いたペーガソスはベレロポー,オーンを振り落とした。 大地に墜落したベレロポーンは足を折り、一人、寂しくその生涯を終えた。文芸の神、ムーサイがピーエロスの娘たちと歌を競った時、ムーサイの歌を聴いたヘリコーンさんは異常に膨れ上がって展開にも届きそうになった。そこで、ペーガソスは、ポセイドオンの命により、ヘリコーンさんを蹴って元に戻した。またヘリコーンさんには、ヒッポクレーネーという泉があり、 ペーガソスが蹴った場所に湧いたとされる。同じ名前の泉は、トロイ全園にもあり、そこでもペーガソスが地を蹴って、泉を沸かせたと伝えられている。上記とは一部異なる小説がある。ペーガソスは霊感の象徴とも、ローマ時代には、不死の象徴ともなった。また文章学上では、教養や、名声の象徴である。ありがとうございます。